マナミかけるリサボルト&ハヤシーの2ウィンツアー北方編、皆さんお越しいただきまして誠にありがとうございます。私北方のレケア音楽酒場オンザゲスを経営しております、北方のリケアイスペンシモノナツクジェイポークオンザゲスピンオスモレータータカハタヒラクレットコーギターなんつうものを買ってもらってみてますけれども、1曲目で前回のところで行ってみたいと思います、リサ・ボルト&林の皆さん、松に行ったということでございます。正解、正解でございます、まあ、正解、不正解も、不正解はあまりないですけどもね、どこ行ってもうまいですよ、そんな北方ラーメン応援ソングでございます。私この歌、そうですね、私この歌ずっとずっと歌い続けておりますけれども、いまだに北方ラーメン会非公認の応援ソングとなっております。北方ラーメン、さっそれてあちこちでも寒くても朝も昼も晩も北方ラーメンを食べ物だ。なしにもかしに飲んでこんで会が非公認の応援ソングなんですけども、次の曲も非公認の応援ソングとなっております。愛と中間道Ride up, you're my miracle.
ちょっとカフェオレのマスクなーじゃーん。あ、パスパス。はい、オレンジの人手挙げるかな。じゃーん。オレンジ、こちら、緑、緑くん。緑くん、いいだぞ。ありがとうございます。わかりました。ですね、まなみちゃんはですね、ラクオカフェオレ、ね、今カフェオレ飲みますけども、ラクオカフェオレの CM ソングを歌っておりますけれどもね、私のバンド、あのオンチャケスというバンドでもね、カフェオレではない牛乳の歌をね歌っていたんです。特濃 4.5 というあのラクオ乳業ではございません、あの東北京乳という同じ元宮に会社のある会社さんがやってるめっちゃ濃い牛乳、このうちで出してるカフェオレはその牛乳を使ってるのでめっちゃうまいですよ。皆さん、ラクオに負けないくらいうまいです。そんな特濃 4.5 という歌を作ってあるので、そのために加えて続いた。特濃 4.5Oh
ただですね、今の歌詞はですよ、徳の 4.5 というその牛乳パッケージに書いてある言葉しか使っておりません。そういう歌でございます。もう一回カフェオレ飲ましましょう。はい、ということで最後の曲になりました。ですね、本当は5月の母の日にですね、お題目で書き下ろし母という日を設けまして、まなみちゃんにも出てもらう予定でした。そんな時にもうコロナ真っ只中になってしまいまして、ライブ自体は開催できませんでしたので、プレイリスト、再生リストを作って YouTube に上がっております。こんな私が母ちゃんのために作った歌でございます。うちの母ちゃん、幸子と言いますがね、幸子という歌です。ねえ母ちゃん、違って東京さまだ行ったな。ねえ母ちゃん、スマホにしたのが写真の振り方わかんねえって、1時間経ってな、もどもどってんねん。守る気になってた。
もそうやってイチャイチャしてるな。ねえ母ちゃん、二人はお手本だ。俺もそんな風な夫婦になりち。ねえ母ちゃん、うちの小つゆがどこよりも最高だ。作り方おせろげよ。ねえ母ちゃん、まだまだいるなよ。俺の子供を抱かせるまでは。ねえ母ちゃん、ありがとうな。どうも高畑ひなたです。皆さん続きましては米川アームテント井上五郎さんのところです。よろしくお願いします。